せばいい。でよし。
救えるはずだ。お前はこういうところはどう思うんだ。映画の中の世界みたいに感じる。若いやつには縁のない場所かもな。よし、辺りを調べてみようぜ。バイクのパーツを探さなきゃ。ガソリンとタービンホイール、それにあの世の干渉が強い場所か。高そうな車だ。あれならタービンホイールがあるんじゃねえか。ガソリンもありそうだね。
あの鳥居だけ他と違うな。調べてみるか。目星はついた。あとはお前の頑張りだぜ。走るのは僕だからね。どこから行こうか。お前の好きなところからでいいぜ。どれだけ回り道しても最後はあの男のところに行くだけだからな。ここは無理だな。このタービンホイールは使えないな。型が違う。これでもダメ。リンクのやつ、替えの効かないもの使いやがって。やってみる。全部片付ける。矢が切れた。補充しなきゃ。
き上がったぞ。どうだ。また増えたか。矢が必要だ。よし、よくやった。今ので最後か。よかった。KK のところに行かなきゃ。いい腕だったぜ。やるじゃねえか。まあね。お前の体の中にいた方が落ち着くぜ。それは僕も同感だよ。バイクのパーツを探さなきゃ。とりあえず他のものを探すぞ。操作の一環？半分はな。もう半分は遊びだよ。なんだかもったいぶった言い方だったね。どうせ俺たちが困っているのを楽しんでるんだ。 KK が困ってるところは確かに面白そうだ。その時はお前も困ってるんだぜ。いいのか。
ちゃいけねえものがあの世に近い場所だ。入ったら簡単には戻れないぞ。準備はいいか？覚悟はできてるみたいだな。どうだ、あの世で会いたいやつはいるか？俺は田舎のじいさんに会いて、一緒にカッパを探したんだよ。父さんとお母さんかな。なんだよお前、あれ、つけがれだらけだ。江戸の言う通りなら冥界の交友もありそうだな。あいつらまでいるのか。
手に入れられないね。付き合うしかないな。できれば早く帰りたいよ。どうしても俺は渡してくれないみたいだぜ。よし、長居は無用だ。とっとと帰るぜ。汚れが元に戻ってるよ。道理で帰ってくるやつが少ないわけだな。死ぬかと思った。あの世ってのは帰ってくる方が難しいもんだからな。お前妹と二人で暮らしてたのか。そうだよ。そうか。それなら絶対あの子を救わないとな。
KK ならわかるって言ってたけど、何か心当たりある？さあな。そういうことか。うちのガキが好きだった車だよ。このタービンホイールなら使えるだろう。これで全部揃ったな。アジトに戻ってバイクの修理だ。KK の家族の話、初めて聞いたかも。話すほどのことじゃないからな。じゃあいつか聞かせてよ。僕も話す。まあいつかな。アキト、少しの間俺に体を貸せ。修理する。うん。よし、動きそうだ。このまま敵陣に突っ込むぞ。準備はいいか？なんだよ。ま、準備不足は命取りだからな。よし、行くぞ。ああ。
バイクが持たない。来たんだ。手ぶらじゃ帰れねえな。ああ、必ず周りを取り戻す。私はここで死んだ。悔いを残してね。けどそれもあなたたちのおかげで晴れた。行っちまうのか。もう思い残すこともないから消えるしかない。最後まで付き合えなくてすまない。気にすんな。こんな姿になっても私は死後の世界は信じてない。そんなものがあったらみんな喜んで死ぬに決まってる。生きなさい、懸命に。行こうぜ、相棒。エリカのことがあいつをこの世に繋ぎ止めてたんだ。その思いがなくなれば消えるだけだ。KK もなのか。だろうな。目的は家族の蘇生じゃないのか。さっき言ってたろ、あいつにとって肉体は魂の器だ。捨て駒に過ぎない。戦わずに済む方法はないのか。ない。邪魔をするなら排除するだけだ。
あいつら夫婦の記憶ってわけか。お母さんがいない分、私が頑張るから。父さんは気にしていいよ。お母さんがいなくなってもらえず、おっと、私に死ぬ。何を見ているって言うんだ。知るか。同情はしねえ。だが俺が終わらせてやる。俺はあいつを倒すまでは燃料切れにはならねえよ。あんな奴を残して消えられるかよ。あの写真の家族のためにだろ。いい父親だな。まあな。
中に入って町に戻って引き返せないかもしれない。準備を怠るなよ。あいつがいるはずだ。上に行ってみよう。兄ちゃん、早く助けて。どうして助けてくれないの？何言ってるんだ。お兄ちゃん、本当は私のことなんて考えてないでしょ。お兄ちゃん、自分のことしか考えてない。自分のせいで私が死ぬのが怖いんでしょ。どうした？変な声が聞こえる。妹の声だった。あいつらが何か仕掛けてきてるのかもな。おい、どうした？アキト、アキト、行くぞ。お前の本心なのか？惑わされるな。相手の思うツボだぞ。違う、違うんだ。アキト、しっかりしろ。集え、救いを求める者よ。集え、失うことを恐れる者よ。集え、一度でも死を恐れた者よ。集え、哀れな者よ。集え、悲しき魂たち。集え、集え、集え。